ドキドキ二択クイズ、松井塾です。はい、今のわかる人、ハンターハンター読みすぎ。はい、それでは本日もやっていきましょうということになるんですが、本日ご紹介する商品はこちらね、やよいどきということになるわけなんですけどね。はい、ジーニー、一体やよいどきって何が違うんだい。いい質問だね、ルーシー。縄文時の頃をもう一回思い出してほしいんだってね。はい、縄文時の頃ってさ、どういう風な時だったかってわかる？うん、知ってるって。見たりができるようになって、とっても便利だったんだよね。でも、こんなことを、例えばガスバーナーでバーってこういう風にやると、ほら、縄文土器っていうのはすぐに壊れちゃうんだよ。わお、ジーニー、どうしよう。そう、そんな時はこちら、弥生土器だぜ。え、なんなのこれは。これは、薄手になってるから、ガスバーナーでバーってこんな風にやっても、ほら、こんなに壊れないんだよ。わあ、素敵ね。しかも、以前までのと違って、すっごい薄手じゃない、という風な形になってるわけなんです。で、弥生土器っていうのは黒っぽかったのから、まあ、石褐色、まあ、10円玉みたいになってますよ、ということですね。10円玉の石褐色で、まあ、大体あんな感じの色になるんですけども、まあ、こういう風な形になります。ということでね。そして、この弥生土器の値段、なんと、19万8千円ということで、わー、安いということでね、フリー、ダイヤルというはい、ということで、まあ、完全にふざけてるんですけど、まあ、弥生土器と、縄文土器の違いね、厚手だったものが薄手に変わりました。黒っぽいものが石褐色になりましたということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。